どうなってくるんだ。それ複数体来るよな。え、何この地下遺跡。いよいよダンジョン飯みたいなことになってくるのか。飛行型が一人で、多分裏か。出た、固定放題だ。あいつとあいつとそいつだけか。いやあ、バレた。大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな。そんなしつこくは追ってこないかな。おー、チラ見せ。ドイツを一人ずつ相手する。あいつは射程圏外だろ。じゃあやっぱり歩いて、わあ、来た。よし、盾もう少ない。なんで？こっち向け。よし、上がってこい。遠いね、遠いね、遠いけど。オッケー、いい具合だった今のは。近いね。オッケー、もう盾は失いたくない。もうないからな、本当に。よし、ダメージなく歩行型排除で、飛行型がとにかく硬い。ならば次に消すのはあいつだろう。こう、でも遠距離攻撃を仕掛けてくるか。やっ、やばい、こうなると話は別だな。一回離れて、危ない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 。一回離れて、こいつ近くになったらさ、もう足腰立たんだろう。何せ動く暗夜がないんだからな。どうやって来るつもりだ。超近距離で撃ってくんの。ガコンガコン言ってるね。何が得意分野だろう。あ、やっぱ弓か。やっぱ弓で行くか。よし、おい。頭全体だってことはないな。やっぱ目玉じゃないと。うんうん一回痛い痛い痛いってなると帰ってくる。3本も受けるとね、不思議と消費量は1本です。よーしよしよし。あ、もうやられてくれんのかい。じゃあな。やっぱ、いや、いるわ。お金と同じだ。もうあればある分だけ使うな、やっぱり。あ、宝箱発見。ダメだ、ピンは打てない。くそ、箱もあったね、今。消え隠れしているよ。ステルス性能か。よーし、じゃああいつは、ちょ、飛び降りざま一発食らわせてやろうか。動きもあるからね。よーし。馬もいた！生命力が、ない。今の今まで気づかなかった。で、降りる分だけの、スタミナ残しておかないといけないからな。よし。あ、こんなところにも宝箱がある。ここはいい隠れ家になってるね。王家の弓。弓もいるよ。たくさんいるよ、そりゃ。じゃあ、はしご伝って、いい隠れ家だ。宝箱手に入れておこうか。ここは人目につくね。王家の盾。よーし、じゃあ、やってもらおうじゃないか。おらおら、こっちだ。上がってこい。薄まろう。よし、景気づけに一発やってやろうじゃないか。盾はやられなかったけど、ダメージえぐい。やっぱりビームのダメージはえぐい。じゃあどうする、どうする。カチコチ、あ、ここに来て、じゃあカチコチ効果を得ようじゃないの。防御力アップ2分、十分だ。でもやっぱ弓が一番だな。弓がやっぱ一番だな。正解の方法でどんどんやっていこう。もう壊れそうだからな。あ、この一発か。一本一本になるが、さっきのより痛えぞ。1、2、3。よし、じゃあ真っ向勝負でいくか。かかってこいよ。いや、マジか、マジか。しまった。ダメだ。おい、いつだって自分の土俵で勝負できると思うなよ。このやったか。どうだ。よーし、バウンドするぐらいの質量。じゃあな、
煙がなんか黄色かったな今。手痛くやられた。盾は残り2枚。ここも破壊された跡か。でもそうです、樽があります。どうせ、あ、食料か、ありがたいね。でももう燃やして食うぐらいしかないだろうからな。あとはここにあったの覚えている。そう、矢かな。やだね、これもやだね。よし、防御力アップが出ている間にもうサクッといっとこうか。これ以上の脅威ってなんだ、教えてく。あ、しまった、体力も回復しておかないとな。ご覧ください、最後のマックス串焼き。あ、これいや、もう無理とか無理じゃないとかそういうんじゃないだろ。もう次だ、何が出てくるんだ。何でもいいさ、もう。あー、多分最後だこれ。ここ最後です。あ、大きな大きな大きな薬杉がある。よし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 、ここにさえいれば。しまった、あ、いや、マジかよ。まずあいつだな。いや、標的が見定まっている分まだ楽だよ。よし、ライネルさんとかに気づかれないうちにだ。危ない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 、はあ、派手に花火が上がってますね。よし、持ってんのは長物だったり弓兵がいなかったらね、特に問題はないんだよ。ライネルさん気づくととんでもない頭打ちしてくるからな、あいつ。よう、こんにちは。だから言わんこっちゃねえんだ。もうバレてるってこと？後ろ側ならバレないだろ。お前とはゆっくり対話し合おうじゃないか。うんうん、半分いいぞ。この近距離でビームも何もないわけだ。向け、ほら、痛い痛いって勝負逃げてる場合じゃねえぞ。ウィークポイント当たらなかったらもうカツンって言うんだけど、とんでもないなこいつ。ほれ、後ろ向きだ。だな、高さはあるが、いや、もうとにかくあのライネルさんなんだよな問題は。よし、高み、え、なんか今撃たれた気がした弓を。気のせい、こんな弓がもう。よし、一発。うっ、やばい。あ、危ない、もう。どんどん撃ってきやがるもん。よし、だったら大丈夫だろう。今は回復する。いや、しまった、移動は見せちゃったか。いや、もうシャレにならんのよ。ふざけんなよあいつ。やり過ごせんか。バレたバレたバレた、いや、もうバレたっていいす、バレたっていいさ。直立不動やめてくれ。来た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 、一人来た一人来た、屋根が用をなしてないんだが。なあ、あの矢を避けながら周りのボコちゃんたちをまず倒していく。そうしようか。やばい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 、巻き込まれんぞ。 OK、 一発。あれ、すごい流れ良かったね今。すまん、もう馬ごといく。いや、手加減なんかしてられんもんな。なにこれ、岩砕き？しか。OK。これは馬だね。ライネルさん、どこ行ってる？おわー！ういった！妖精が？え、今？亡くなった？一匹いる、一匹いる、一匹いる。ならばよし、ならばよし、ならばよし。もう終わりだー！くっそ。
そう、やってやるよ。うわよし、かかってこい。目にもの見せてやるけんの。やばい。よし、最後のボコブリンは倒した。あとはお前との真っ向勝負だ。かかってこいよ。よーし、やってやる。今からだ。真剣勝負といこうぜ。壊れかけって、お前運がいいな。これでも来んのか、お前は。凍んのかな。凍らないっぽいね。でもラッシュ中だからしまうね。炎追ってくる。いや、そっちには馬がいるからな。武器があたりに点在してる。いって、マジか。反省点は、ボコちゃんの、ボコちゃん討伐の時間に、ボコちゃん討伐に時間をかけてしまった。ダメージを受けてしまった。それがなければ、まだまだ回復できる料理は温存できたはずだ。これを、次に生かそう。